皆様、こんにちは。ただいまより、第71回税理士本試験の財務諸評論に関するポイント速報を開返します、えー。担当はレックの富田です。どうぞよろしくお願いいたします。はいはい。じゃあね、えー、今度はですね、財務諸評論に関するポイント速報ということでございましてね、えー、本日、えー、ご受験いただきました、財票本試験の問題について、 えー、当日の段階で、まあ、僕の方で回答を出した書簡というものをですね、えー、皆さんにお伝えさせていただくというところになりますすでにご議論の方をご聴講いただいた方々は繰り返しのご案内になりますがあくまでも今日はポイント速報です、えー、本試験当日に、えー、僕の方で問題を回答した書簡をですねざっくりとお話をするということでございますのでもう時間も30分弱というところになりますで詳細な 模範解答であったり、あとは予想配点であったり、まあ、さらにはボーダーラインの予測ですね、えー、こういった類のものに関しては、週末土曜日に水道橋本校の方で実施をし、まあ、同時中継で、ね、各地、の本校等でも配信をいたしますがあー、そちらで実施予定の検証会、検証会の方で、えー、正式な私どもといたしましての模範解答と予想配点 ボーダーライン等を皆さんにご案内させていただくという形になりますんで、えー、今日はあくまでも所管というところでね、えー、ご確認いただければと思います。まあ、やはり皆さん方の試験を受けて、えー、今日の試験どうだったのかな、全体としてどんなところなのかなということは気になる方々が多いと思うので、ね。だからまあ僕の方で、えー、問題回答したあ感想を、まあ、少しお話しさせていただくとともに、 まあ今回の試験はこういったところになるんじゃないですかというところをですねえご案内させていただければなというふうに思っておりますでねまあ材表まずは皆さんねえ受験の方お疲れ様でございましたああ募金同時にね受験される方々が非常に多いのでまあ募金それから材料という形でねえ2科目受けるだけでも結構もう疲れると とところがあると思うんですけども、まあ、今日のね財務省評論に関しましてはあ今年度から、まあ、試験委員の先生の数が増員されているという傾向が顕著に出たかなっていう気が正直僕、思いましたね。というのも理論が多い、ねあのー、理論の問題の数がちょっと多いので。 これがねまあ吉と出るか京と出るかっていうところになるんだけどもただまあ、あのー、理論問題の中には比較的ね、あのー、語軍選択的なものも多かったのと、まあ、あとは花からもうこれは書きようもないよねっていうようなところがあるんでそうだな理論の数が多いとは言ってもやはり今日の試験もですね 従来から言われております通りまたは僕の方でも申し上げております通りあの計算勝負の試験であるということは間違いないですよ。で、ね、間違いありませんのでまず今日の第3問計算問題なんですがこれどうですか皆さん回答されてまあ当然思われるところいろいろあるとは思うんだけど率直な僕の感想を言います。 あの率直に僕思ったのがこれ簡単です第3問計算は正直言って僕簡単だと思いましたで僕は母材横断のクラスの方々なんかには特にお話しさせていただいてますけどね僕の担当させていただいている母材横断クラスの方々の第3問計算の目標点は常に40以上というふうにご案内をさせていただいております、まあ、ですからあ40点以上の得点をねしっかりまず確保しましょうと。 いうふうに目標として申し上げさせていただいてるんですがこれね今日の第3問は十分いけます40点以上の得点は十分いけるあの去年の財表本試験の問題に比較しても全然簡単あなので、えー、正直言ってこれはかなり点数は取りやすいと僕思いますよあの当然のことながら本試験ですからあ1から10まで全部が全部ね 簡単な論点だけですってわけにはいかないと思うんで多少は考えなきゃいけないところも当然ある。で当然そういったところはありますけどもただとは言ったってねうーん全般わたって本試験の問題として考えるとやっぱかなり解きやすい領域の問題とこれは言わざるを得ないんじゃないですかね。えー まあ冒頭部分、年から年中出てるような現預金絡みの取り扱い、一部ね、消耗品等の取り扱い、未使用分に関する取り扱いなんかも含んでますが、こんなのは普通にベーシックにやっていただければいいだけなんで悩みもないでしょう。で、当然預金関連の不一致修正、見渡し小切手の話なんかもありますけど、別にこんなのも論点ならないだろうし、外貨建て預金のお話なんかもありますが、これも極めてベーシックなのでね、 まずあの、現預金の話、冒頭部分なんかを回答を始めた段階で、結構落ち着けられると思うんですよ。おいけるいけるわ、という感じになられた方多いと思います。まあ、唯一と言っていいぐらい、計算論点でやっぱり少し面倒くささが伴うのは、あ貸し引きの関連だとは思うんだけどね。で、ね、貸し引きの関連だとは思うけども、ただまあ、そこの部分、多少のミスがあったとしたってですね、それ以外の、あ有価証券関ね。まあ、 株式交換を通じた子会社株式取得なんかも入ってますけど、こんなのもすっごいベーシックでしょ普通に株式交換の処理すらいいだけだし。で、満居保有目的債権の取り扱いだって、投機取得でございまして、外貨だてとは言ったって、定額法に基づく消却減価の適用と、まあ問題もね明確に書いてありますけど、利息の見越しやればいいだけですから、非常にベーシックですよね。なあ、そういう意味では、やっぱ対応しやすいよな。 有機もするで有形固定資産も正直そんなに難しくないまあ減損なんかも入ってますけど減損なんて大筋の本来やるべき減損の手続きを通常通り追っていけばいいだけの話なので今日ねやっぱこれ計算はちょっとかなり勝負かけどこですよで僕は思うけどもまあもともと僕は常に財表の計算っていうのはあ40点以上というのを目標値に据えておりますんで 今日の第3問に関してはその40点という幅はあ一つの壁はですね比較的超えやすかったんじゃないかなという気がします。ただ唯一怖いのが結局あのー、理論の問題の量が多いのであのー、おそらくこれね、まあ、第1問20分で第2問20分みたいな、まあ、一般的なね20分20分ぐらいの配分では。 ちょっととてもじゃなないいけど多分できないできすよで。もう少しやっぱ時間はかかってしまうと思うので計算問題に省く、えー、回す時間をねしっかりと確保しながらあー回答手続きを進めることができたかっていうことが非常にこれ重要ですね。だから ちょっと怖いのはやっぱり理論にあんまりにも周知しすぎてしまうことによって計算に割く時間が少なくなり結果として点数が伸ばしやすい計算で点数が伸びてないという状況に至ってしまうとかなり厳しい正直厳しいで相も変わらずですけどまあ理論の問題っていうのはね昔の理論と違ってですよ決まりきった規定本を暗記しとけばどうにかなるってそういう問題じゃもうないわけですから ああ今回なんかでも、まあ、例えば、カー製薬に関する問題なんか第2問に入ってたでしょ。で、理論という名のお問題ではあるけども、まあ、計算の作業も同時に要求,要求してるわけですね。で、こんなのはいい例ですけど、まずこの計算領域の部分については、もう絶対取らなきゃだめですね。でしょ。第2問のカー製薬の扱い、まあ、原則である独立処理であったり。 えー、経過的とクレーとしての振り当て処理こんなの普通に当たられてる資料って仕分けの過程を追ってけばいいだけですからここも計算の部分は当然取らなきゃいけないけどもそれを行った上での論述の問題が設定されてるじゃないですかああいったところは非常に書きづらいですよ、まあ、正直言って書こうと思ってもなかなか書きづらいっていうところあると思うだそうなってしまうとそんなところにこだわる必要はなかったと思うんですがやっぱり正確にね対応するべき計算の部分にやっぱ注力をしながら取るべきところをしっかり取っていくと。 いうスタンスを発揮した上でとにかく第3問計算の部分にどれだけちゃんと時間を配分し目標としての40点以上というのをクリアできたかどうかに尽きると思います。でまあすでに今日の段階でねあのご感想をご連絡いただいた方もいらっしゃってまあ自己採点ベースで計算ねまあ自己採点ベースというか所感ですよねかなり第3問はいけましたっていう方が多いので。 あんまり第3問できませんでしたっていう感想の方はいらっしゃらないみたいですね。で往々にして第3問計算がやっぱり簡単だという感想の方が多いみたいなので僕もそう思いますよ。だから、まあ、常日頃から目標に据えてくださいと申し上げている40点というのはまず確実に確保したいかな。 確実に確保していただいた上でもう第一問第二問の理論で、まあ、補足を、ね、補う程度をやってっていただくというところになるんじゃないかなというふうに思いますね。時間的な配分のイメージで言うと、まあ、最初に5分10分問題チェックの時間を取るとしてじゃ最大10分取ったとすればあ残りが110分。で110分なんでそうするとね おそらくこれ理論が50分ぐらいはまあかかるかなっていう気がするんだよね。で50分ぐらいかかると仮定すればその段階でまあ60分になっちゃうからあ計算に回せんのがまあ60分。でも60分あればそこそこいけるかなという気がするで。逆に言うと理論でそれ以上ちょっとかけちゃうと厳しいだろうね。えー、25分25分と単純に割れば なななりまますすけけどどもトータル50分以上の時間を理論にかかててしうううととちょっとどうかなっていう気はするなただそこはやっぱり皆さん方全体としての見極めというのは常にお願いをしている話なのでやはり計算の部分をしっかりと40点以上取っていくというスタンスを維持していただくという前提で言えばね、まあ、最初の段階で第3問の計算問題論点確認は当然していただいてるでしょうから。 その時に結構行きやすいなこれっていう感じに多分なると思うんだよね。じゃあそうするとまず攻めやすいと思われる計算問題でじっくりと点数を伸ばすとそのためにはじゃあどれぐらいの解答時間でね第3問を終えていくのかと。 いうところをこれまでのご経験に基づいて判定していただいて、まあ、やっぱ60分はちょっと欲しいかなっていう気がするんだよねでその60分をフルフル使い切れば40点プラスアルファということでまあ人によって当然得て増えてはあるから何とも言えないけどもまあでも40の壁っていうのは比較的クリアしやすいような気がしますねでプラス5点とか測れれば45ぐらいいきますから。 まあそこまでいっちゃうと結構楽だよね。で、ね、あとはもう理論で、パートパートで起きなければいいので、僕今日の問題も基本的には、そうだな、やっぱ計算メインじゃないかな。もうこれはもうずっともう同じですけどね。だからもう計算で左右されますよ。で、逆に言うとね、ちょっとこれ計算で、 30点割っちゃうとちょっと厳しいと思います正直言って。っていうのもおそらくそれなりに計算で点数を取ってくる人多いはずなんだよな。ああ僕の感覚で言った時にうん40点を超える人がごくごくごく一部でねまあ端的な話ですけど全体全受験者の中の1%もいませんと。 そういうう問題かって言われると絶対違うんですよでそうするとある程度の比率の方々がまあその40とか40近いところまで点数持ってくると思うので第んも。うするとまあそうだな計算でちょっと30割ってしまうともうその段階で10点以上の差が開いてしまうのでそれを今回の理論で挽回できますかって言った時にちょっと厳しいんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。 うーんだって正直言って第一問の問いの一番外触れの話なんか正直こんなところそんなにねやってる人普通いないんですよだからそうとこういったところでうーん明確にね、まあ、記号で選ぶものぐらいだったらパッとね あ,あもう一か八かで決めちゃえばいいみたいなところもあると思うんだけど、なかなかまあ政党出し切るというのも厳しいような気がするし、えー、さらに申し上げればやっぱり記述対象になってくるような部分だよね。えー、問いの三番あたりに出てるまあ伝統論点中間十八番規定引き合い的に全般に関する扱いですけど、こういったところなんかはある程度の範囲ではね、回答っていうのは書きやすいと思うので、うーん。 そうすでもやっぱね理論って大体ねあのー、ある程度の層の人だけができて層じゃない人は全然できませんみたいな論点がそんなに正直言ってないだからあー問い第1問で言ったら問いの3番とか問いの4番まあ問いの4番あたりのおお関連の記述カッコ3番とかカッコ4番とかここら辺はもう典型的な話だから逆にはみんなそういったところを書く。 と思うのよでそうすると書いてくるところって大体似かり寄ったりになっちゃうでしょでさっきの話じゃないけども比較的記述としてやりにくいかなと思うのはちょうど B8 ページ側に入ってたけどカー製ク等に関連するねうーんカッコ3番とかカッコ4番の論述を求める問題こういうの意外と書きづらいですよね。でそういったところで逆に言えばそんなに差が出ないような気がするんですよ。 ね、そうするとどうしても理論の問題って大体やっぱりかけるところっていうのかなあ多くの人たちが点数取ることって固まってきてしまうのでうその前提でじゃあね第3問における計算問題で10点とか12点とか差がついてるものをひっくり返せんのか理論でというと一般的にはかなり厳しいかなり厳しい。だから ある程度の点数を第三問で構築しておかないとまあ正直言って理論の部分で図抜けるっていうのはちょっとやっぱり厳しかったかなという気がするんですでこれは別に今年だけの話じゃなくてもう代表ってずっとそれですからねでなおかつ今日の第三問は結構僕やりやすいような気がするんだよなあのー、まあ端的な話ですけどうちの模試とかの方が多分よっぽど難しいんで えー、そうするとね、やっぱ取る人結構いきますよ、第3も。僕の感覚で言うとだけど、一昨年その前か、その前ぐらいの試験の時がやっぱりちょっと似たような感じなんですけど、その時って僕の受講生さん自己採点ベースでやっぱり48とか、あ47とか結構いましたんでね。 あの今回ももしかするとちょっとそれに近づくかなっていう気がしてます僕はあまあそれが最多得点域になるんだと,んななるとは言わないけども高得点域って多分それぐらいの話が出ちゃうと思うんですよだからある程度やっぱ計算でそれぐらいまでは持ってってもらわないと48とかは言わないけど40点という一つの、まあ、目標をクリアできるぐらいは持ってってもらわないと 厳しいかなどんなに少なくてもやっぱ37とか38ぐらいは持ってってもらわないとちょっと厳しいような気がする。でんそうだなまあミスってもしょうがないよねって思えるような論点は、まあ、当然ね限られた時間の中で問題解くわけだから気も焦るしね一概には言えないけど。 今日やっぱり出題させてされている本試験の論点の中で、計算でまあちょっとミスも出るかもねって言えんのは、うん、やっぱ貸し引きグレーなのかなっていう気はするけど、まあもともと貸し引きは多少めんどくさいんでね、えあれかなっていうふうに思います。で、貸し倒れ実績率出さなきゃいけなかったりっていうのもあるから、そういう意味では、 うーんまあもしかしたらっていうところあるけどそれ以外の部分が比較的こう取りやすいんだよねだからやっぱこれ結構取ってくんじゃないかなって思うよでどうですか皆さんもこれ計算問題やってて全然わかんねえこれっていうのないでしょねえそらくないと思うんですよでおそらくないと思うんで うーんこれやっぱね結構結構取ってくると思うようーんだからまあやっぱり今日の座標も計算が勝負だろうなある程度理論に注力される方々も今申し上げたような前提があるので当然ある程度計算を 点数取った上でじゃないと理論に注力ってのはやっぱりもう整理しなくなってます。ここはもうずっとねここ10年ぐらい在評ってのはそういうもんですから。ああ僕らの時代はね極端な言い方をすると計算でまあ30点とか27点とか取っててまあそれでもね。 あの理論の方に注力すれば理論でひっくり返すというのは僕らの時代はできたんですよ。っていうのも僕らの時代の理論の問題というのはもう決まりきった回答を書けばよかったんであのどっちかというとも理論というのは暗記みたいなあ聞かれる話が少なかったです僕らの時代は。だから理論に勝負をかけるというのは昔は成立したんですけど今ちょっとそれやっぱ成立しないですよね。あー個々の事案についてそれぞれの事案についてね 試験の先生がどういうように考えるか述べなさいっていうよに問題内容について問われると、いう理論の問題が多くなってるんで、まそうなってくるとね、あの要は決まりきった模範回答的なものを暗記するのが勉強みたいなのが僕らの時代の代表ですけど、その時代は本当に理論でね勝負をかけるっていうのは成立まだしたんです。暗記すればよかったんで、だからもうそうじゃないよ今の理論で。 で今の理論ってそうじゃないからそうするとやっぱり理論に勝負をかけるんだそちらに重きを置くんだっていう方々も計算においてある程度の限度はちょっと点数取ってもらわないとねうーんちょっとやっぱ厳しいですよ正直だからまあ今日なんかもしかしたら顕著にそれが出るかなっていう気がしますまあこれまあまあかんないけどね 今僕はとりあえず解いた書簡でしかないんで、まあ、これからまた模範解答等を作ったり、えー、予想拝点なんかをつける過程で問題をもう一回見直しなんかを当然やりますんでその過程でねあれ意外とこうかなとかっていうのは変わってくる可能性はありますけどただねうんとりあえず現状で言うとやっぱり今日第3問はすごい解きやすかったなって僕思います。まあ 余計っていうのもあるの、かもしれないあの簿記論がちょっと今日、えぐかったんで、その後の代表のこの計算の問題だから、余計に感じるところはあったかなっていう気はするんですけど、それにしてもね、ちょっとだいぶこれは解きやすくなっちゃってるんで、かなり計算に関しては、うん、ちょっと得点層高くなると思うよ。ね。 だからまあ、僕はあくまで言うその40オーバーっていうのは合格するためのラインで言ってるんであれなんだけども、まあそこは十分狙えただろうなっていうふうに僕は今の時点では思ってるし、まあそこに達しなくてもね、あんまり大きくずれてしまってるとまずいかなっていう気はする。なぜならば、おそらくだけど、まあまだ今予想配点とか出してないから何とも言えないけど、多分ね、 これ予想配点ベースでね、本当に42です、43ですって人結構いると思うんですよ。もうちょっと上もいるかな。そうすると、計算第3問で20点台とかになっちゃうと、もう単純にそれで13点とか15点点数開いちゃうでしょ。それを理論でひっくり返すってかなり難しいですよ。あと僕思うので、 まあやっぱり今日も典型的に計算部分がものを言う試験だったなっていう感想は僕は持ってます。まあまたねあの代、ー、表をメインでご担当されてる並木先生の方のご感想も取り入れながらあ土曜日の段階ではお話をさせていただくということもできると思うんですが、まあ、どうしても僕はもう計算の方の人間なんでメインがねうだからまあどうしても僕が言う計算問題の得点っいうのは高めになるんです。 それはあの割引で聞いていただければいいと思うんですが、あただ、まあ私のね、母、えー・オ断のクラスの方々は常に目標は40以上、計算については設定をしておりますんで、まあそのラインは十分狙えたというのが今日の問題の、まあ、僕が解いた感想なので、まあそこは一つね、ご参考になさっていただいて、えーいうふうに思います。まあまた、詳細な話については、今週末実施のね、 え検証官の段階でえお話をさせていただこうと思うしその時にはまたちょっとねえ状況も変わってくる可能性もありますからお話のスタンスも変わるかもしれませんけどまあでも代表に関しては多分その全体的な位置づけっていうのかなうんいう部分はちょっと変わらないような気が僕はしますんでまあ本当に今日は速報ということでお話をさせていただきましたただあ,のあくまでもこれは僕の所感なんでね 別に計算の部分よりも理論の方,の方が手応え感じてるっていう方はそれはそれでいいんですよ。全然で。全然それはそれでいいんですけども、あくまでも僕が思うのは、まあ、そういったところかなというところはありますので、一、まあ、つね、参考程度お聞きお呼びをいただけるとありがたいなというふうに思います。で繰り返しますが、今週末の段階で水道橋本校の方で実施をいたします徹底検証会、こちらの方でね、えー、私どもが考える模範解答、予想拝見、 ボーダーライン、まあ、そういったもののご案内をさせていただきますんで、まあ、ちょっと今折りが折りなんでねなかなかあの水道橋等の校舎においで,でいただくというのも勇気のいる時期でもあるからあどうぞふるってご参加してくださいというのはなかなか僕も正直言いづらいところはあるんですが まあ、あ直接、後者の方においでいただける方々はですねそちら、検証会の方をご参加いただければと思いますし、えー、直接ご来校するのが厳しいといただくのが厳しいという方も当然いらっしゃると思うんで、まあ、そういった方々ね、えー、当日の模様なんかはあウェブを通じてアップしますので、えー、そちらをご参考になさっていただいて、まあ、ご自分がお作りになった答案と 私どもの予想配点模範解答などなどと付き合わせをしていただいてね、状況の一つ判定なんかに役立てていただけるとよろしいんではないかというふうに思います。まあ何にしてもね、あの先ほど募金の時にもちょっと言ったんだけど、まあ本当に今年はね、あの急激に7月8月になってコロナの罹患者が増えてきてしまったり、えー、まあ僕も正直言ってあんまり気にはしてなかったんですが、まあこれだけ都心部なんかね、 あのー、入院困難のニュースなんかが流れ始めると、まあ、心証膨大に言ってるところもあるっていう話もあるけども現実的になっちゃった人で苦しんでる人もいるからね、まあ、そういったことを考えるとやっぱりちょっと怖いなっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですよ。ね,ねそういった不安と戦いながら、まあ、さらにはあここ数日来はもう本当にねびっくりするような雨で、ね、もしかしたらこれご覧いただいている地域の方々も 中にはねあの、ご実家とか、まあ、そういったところが大雨の被害にあったという方もいらっしゃると思うんです。まあ、僕なんかあの、実家が小田原なんで、神奈川のね、うちの実家の、まあ、ちょっと先って言ったらいいですけど、車で5分ぐらい行ったところは崖崩れでねあの、テレビなんかでも流れて、車が乗っかっちゃったりしたし、報道なんかに乗んないベースでね、まあ、小田原ってまあどうしても山なんで、ね、山と海の境みたいなところですから。 あの何か所もやっぱり土砂崩れが発生したりもしてるから、まあ、そういったね実害が生じてる方も中にはいらっしゃると思うし九州の方々なんか本当にね、えー、ここ数年続けてもう本当に、えー、不幸にしてねあいた被害に遭われてる方々もいらっしゃるんで。 まあそういったことを考えるとね、あのー、本当に今年の受験生さん方っていうのは厳しい環境の中で試験まで、えー、勉強、モチベーションを維持しながら続けてこなきゃいけなかったということを考えるとね、本当に酷な試験だったなってね今年の試験の受験生さんっていうのは大変だったなっていうふうに思うんですけども、まあ、何してもとりあえずね、えー、今日の時点等で、えー、1つ、試験まで受けていただくことができたわけですから。 まあここまでね、いろいろ本当にご無理されてると思いますよ。ね。うーん、ある意味、えー、睡眠時間を削ってね、最後の追い込みかけた方もいらっしゃるでしょうから。で、ね、そうすると本当にもうここ数日、ね、急にやっぱり雨の影響もあるんでしょうけど、涼しくなってきてるんで、暑かったと思ったら涼しくなって、また今度の週末はびっくりするぐらい暑くなるって言ってますから、あの、試験が終わると気が抜けるんでね、 あの急激な気温の変化っていうのはやっぱり体に対してものすごい負荷かけますからあ気も抜けますんでねあの体調崩されることのないようにやっぱりしていただきたいんでねまあいろいろ思われるところはあるかもしれないしああすればよかったとかっていうのもあるかもしれないけどね何にしたって皆さんはそれぞれの立場で今日の本試験に向けて一生懸命努力してきたのは間違いないんだから、ね、だから。 あ,あすればよかったこうすればよかったっていうのは一生懸命やってきた皆さんであれば絶対誰でも感じるもの感じるものなんだけどまずはね自分の健康というものをしっかり保つということがまあ大事ですよだから本当にもうこれから1週間ぐらいはねまずあの自分の疲れをしっかりと取るねでしっかりと体調を整えてね疲労回復を図ってねでそれからあ少し落ち着いた時期にまたじゃあ次 長ですから来年以降どのようにどういう科目で勉強を進めていくのがいいのかまあそういったことをやっぱりね前向きに検討していっていただくというふうに捉えていただきたい何にしてもまずはね本当に今年はねあの皆さん方いろんなストレスの中で試験までやってきたはずですから体調だけ体調管理だけは本当注意してよねうーんまあお若い方なんかはねあんまり問題ないかもしれないけどさやっぱり疲れてる時期 コロナって何だってそうだけど何だって病気ってのはかかりやすいわけだからねうんそうならないようにやっぱしなきゃいけないねだからまずはご自分の体調をしっかりと整えて疲労の回復を図ってでそれができたらね、まあ、ちょっとこの時期だからあのお外にご飯食べ行きなとかそういうのもできないけど、ね、やりにくいけどもただまあね えー、ご家族おいでの方々はね同居のご家族奥さんであったり、まあ、恋人でもいいし友達でもいいですよ皆さん方があ試験受けるまでには周りの方々はいろんな意味でバックアップしてくださったでしょうからね、えー、自分の体調がある程度整ったらば、まあ、ちょっとおいしいもん買って帰るぐらいいいじゃないですか、ねえー、少しそういった方々にね感謝の念を伝えて、ね、また来年も頑張るからよろしくお願いしますと、ね、いう形でさ一言お礼言ってあげてくださいよ ね、ぜひ、えー、そういうスタンスで、ね、来年以降の道も,もう皆さん考えなきゃいけない。別にあの今年の試験やり直すとかそういうことじゃないですよ。税理試験がこれで5科目揃うんだったらいいけども、も擬ろん代表終わったってその後にに、ね、税法がまだ続いてる方々が多いでしょうから、当然そういったものの選択肢もやっぱり見極めしていかなきゃいけないんで、ねね、そういった形で1週間ぐらいゆっくりできたら、来年に向けて、ねえー、徐々に徐々に計画というものを立案するように。 していいただければと思います、はい、以上でね、えー、本日のポイント速報は終了となります。まあ、くどいですけど、詳細版、徹底検証会の方で週末ご案内させていただきますんでね、えー、そちらの方を合わせてご確認いただければと思います、はい。以上で、今日の講義は終了です。皆さんお疲れ様でございました。